的ケアチブラチャンネル永田京子です。今回は股関節周りをストレッチしていく、そんな方法をご紹介していきます。更年期から股関節周りを柔軟に保っておくことってすごく大事なんです。股関節って歩いたり走ったりしゃがんだり立ったり動くときにとっても使う部分です。股関節周りが硬くなってしまうと、その硬くなった部分をカバーしようとして膝や腰が痛くなってしまったり、また足のしびれの原因にもなってしまうんです。そこで今回はこの股関節周りの筋肉をストレッチしていく方法をご紹介していきます。一緒に気持ちよく体を整えていきましょう。まず一つ目の方法なんですけれども、足をですね、両足を立てていただいて、手は後ろにつきます。で、そして片方の足を膝の上に乗せてください。で、そしてこの状態でキープします。で、この状態が辛いなという方はですね、この足を少し遠くにしてください。遠くにしていただいても構いません。で、この状態はまだまだいけるぞという方はですね、膝を近づけます。で、さらにまだまだいけるぞという方はですね、さらに膝を近づけるという風にして調整をしていってください。そうするとですね、この乗せている側の足のお尻がストレッチされているのが感じられると思います。このまま20秒キープしていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、あと10秒です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK です。ではですね、今度反対側の足も同じようにストレッチしていきます。反対側の足をですね、膝の上に乗せていただいて、で、そして、このまま20秒キープしていきます。で、この強度ですね、ストレッチの強度は、この立てている側の足の遠くにしたり、近くにしたりというので調整をしていってください。では20秒数えていきましょう。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、あと10秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK です。ではですね、足をゆっくりと下ろしてください。で、2つ目のストレッチ方法はですね、王道の方法です。両方の足の裏と足の裏を合わせていただいて、で、そしてこの膝をぐーっと床に近づけていきます。で、硬い、この体勢もね、硬い、辛いという方はですね、これぐらいの角度でも構いません。できる範囲で構いませんので、ちょっとずつちょっとずつですね、股関節周りをストレッチしていきます。で、さらにできるという方、もう余裕だという方はですね、この状態から、足の付け根からですね、上体を前に倒すようにしていきます。そうするとよりこの股関節周りがですね、ストレッチされてる、伸びてるというのがですね、感じられると思います。このまま20秒キープしていきましょう。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、あと10秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK です。ではですね、今度はこの状態から片方の足を前にずらします。前にずらします。で、そして前にずらしていただいて、で、両方の座骨、お尻の骨が床にくっついた状態のまま、足の付け根から上半身を前にぐーっと倒していきます。で、そうすると、この前に出している側の、またお尻のこの付け根の部分ですね、がストレッチされているというのが感じられると思います。で、さらに余裕の方はですね、もうどんどん前に行っていただいて、肘をつくようにしていってください。で、この体勢でですね、また20秒キープしていきましょう。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、あと10秒です。1、2、3、4、5、6、
7、8、9、10。はい、OK です。ではですね、今度はこの足をチェンジします。反対側の足を前に出していただいて、同じようにですね、足の付け根から、両方の座骨はぴったり床にくっついた状態のままです。この状態のまま、上体を前に倒していきます。で、余裕のある方はもう肘をつけるぐらいですね、前にしっかり倒していってください。で、このまま20秒キープしていきましょう。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、あと10秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK でーす。はい、ではですね、今回この動画でご紹介する最後のストレッチ方法です。一番最後はですね、足をしっかりと開きます。開きます。で、この開く体勢が辛いっていう方はですね、少し膝をこのように曲げていただいていても構いません。できる方はですね、ぐっと開いていきます。で、この状態から何を行っていくかというと、この足の付け根、股関節からですね、足をこうグリグリとひねっていくわけなんですね。つまりこうぐっとですね、内股になるようにします。まずは親指がこの正面を向くようにしていくんですね。で、今度はぐっと、反対側に回していただいて、この足の親指が斜め後ろ上方向を向くようにしていきます。こういう風にですね、足を足の付け根から動かしていきます。で、足伸ばしてるの辛いという方はですね、膝は軽くこう曲げていただいていても構いませんので、この状態から膝を前と後ろに動かして、行くようにしていきます。で、そうすると結構ですね、ここの股関節部分をしっかり動いてるというのがですね、感じられると思います。で、この、この回転をですね、足の付け根から前と後ろに動かしていくというのを20セット一緒に行っていきましょう。で、手はですね、後ろについていただいても構いませんし、前についていただいても構いません。体柔らかい方はですね、少し上体を前に倒しながら行っていくと、よりこのね、足の付け根のストレッチも感じながら股関節周り動かすことができますのでおすすめです。では行っていきましょう。20セットです。いきます。1、2、3、4、足の付け根から動かします。5、6、7、8、9、10、あと10セットです。1、足の付け根から動かしていきます。3、4、5、あと少し頑張りましょう。6、7、8、9、10。はい、OK でーす。パタ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 とですね、しておいてください。さあ、いかがでしょうか。もしかするとですね、こう一番最後にやったこうね、足の付け根からこうね、動かしていく動きなんですけれども、微動だにしないっていう方もいらっしゃるかもしれません。でも、この動きもですね、少しずつ少しずつ行っていくうちに、可動域が広がってきて、動けるようになってきます。そして、この足の付け根、股関節周りがストレッチされて、柔らかく保つっていうことができると、まあ、動きがですね、日常の動き、歩いたり、走ったり、しゃがんだり、立ったり、階段登ったり、階段下ったりっていう動きがとってもスムーズにできるようになります。なので、今日、硬かったなーっていう方もですね、ぜひ続けて行ってみてください。更年期は、チェンジオブライフです。これからまだまだ続いていく人生を、心ごと、体ごと楽しんでいけるような、そんな土台を一緒に作っていきましょう。さあ、この更年期ケアチェブラチャンネルでは、更年期を美しく健康に快適に過ごしていけるようなヒントやアイデアを発信しています。更年期の正しい知識や対策、エクササイズ方法などをご紹介しています。30代後半、40代、50代の女性の方はチャンネル登録しておいて損はないと思いますので、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録お願いします。また、おかげさまで本が出ました。女40代の体にミラクルが起こるチェブラ体操、三笠書房さんから出版されています。まだ読んでないぞという方はですね、ぜひお読みいただけたら嬉しいです。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。